中で寒いね。どうも。わあ、今日本当に寒い。今日寒いね。今日やばいですね。やばい。めっちゃ寒いわ。マノイがしたい。ラナイがしたい、ね。カメレオンも来たい。あ、マートンです。お疲れ様です、皆さん。そうですね、ダメだったっす、ナオタクさん。結局、オタクいないっす。いないっす。いなかったっす。ダメっした。ゆるりお疲れ。あ、トモズお疲れ様です。にゃんこんばんは。まあ、ちょっと10分だけ配信します。手芸さん3点セットお願いします。家族はね、おかげで一日父親として迎えられることができました。一日で、ね、終えることができました。ハゲロってくるスキキお疲れ、ナオミお疲れ、絶望ありがとう。何買ってあげた？なんかね、トイザらスに行ったんだけど、結局プレゼントあれあれだった、いらないっていうので、じゃあ来月、まあなんかその代わりディズニーランドかどっかに連れてって、ちょっと金貯めなきゃいけないっていう。いいね。ちょっとやばいですね。飲むね、俺は。マトさん飲まないけど。最高だね。まあとりあえず来月も会えるみたいですね、娘に。よかった。本当に嬉しいですよね。うちありがとう。いやめっちゃ可愛かった。美人さんだった、超。まあ、でもディズニーは多分連れていけないから、年末は予約いっぱいで、まあ、箱根温泉とかそういうとこでもいいかなと思ってました。あ、ユミさんありがとう、写真しに来てくれる、ありがとうございます。娘と次の約束をもらえてよかったなと、ね、ありがとうございます。明日は何もないね、特に予定全然ないですよ。企画前なんでちょっとブラブラしてます。明日一日休んだり、まあその段取りですね、うん、企画の。あ、ちゃんと出庫して寝るわ。霞お疲れ、初見されしゃい、ツアーありがとう。まあでも娘と会って改めて思ったんですよ、もっとキチガイ配信してやろうと思って。なんでわかんないですけど。逆にもっとキチガイやってやろうと思いました。殴ろうってこと？はい、もっと殴ってやろうと思いました。今多分中途半端なんで。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。KB。お疲れ様です。皆さん KB。KB でございます。何で10分だけ、ちょっとね、充電がやばい。再会できてよかった皆さんのおかげで、リスナーさんありがとうございます。初見さんいらっしゃい、初見さん3点セットお願いします。和道の配信見えてる、みんな見えてたら手当てて、娘ちゃん、娘ちゃんめっちゃ可愛かったわ。俺の方行ってるかな、映像と音声どう？あ、今の通話しもう映像と音声来てる、大丈夫、友達に行ってもらうからか。 DM 確認してね、了解です。何の企画？俺の Twitter に飛んでくれると分かる。 Twitter のホームページに、ホームページと今回の企画内容のホームページがあるんですけど、ホームページ完成したんで、とりあえずまずサクッとね。でホームページの中に行くと今回の企画内容が全部見れます。映像統制来てたら手を挙げてください。来てないか、ポキャスの中でどこ見つけたらダメ。どうみんな映像統制来たら手を挙げて。こんばんは。レスポンスが全然ないよ。ないですか？いや、なんかね、普通に配信中にはなってるんだけど、なんかリスナーさんもどんどんいなくなっちゃって、コメントも全然ないんだよ。なんでだろう、なんでだろう、見えてないのか。ラオウお疲れ様です。ちょっとやくなるのか。あ、ありがとう、ハッチ。初見さんいらっしゃい。3点セットお願いします。どうですか、流れます。あ、大丈夫だった。大丈夫だった。手挙げてくれた。本当ですか。あ、ちょっとラグってるかも。あ、ちょっと。
遅くなるのかな、うん、はぁ、あ、みお疲れっす。28名さんいらっしゃい、楽しんでください。ガルペンです、よろしくお願いします。みみさん、どうも。ブルメイ、お疲れ様です。隣の人のキャスマン教えてください。和藤さんです。ふわっち、ふわっちで。和藤です、よろしくお願いします。ふわっちです。ふわっちでやってます。そう、和藤さんなんで。DJ お疲れ様です。せめて会ってきたよ、ちゃんとおかげさまで。キメポンいらっしゃい。来月またふわっち配信するの？多分来月ふわっち配信するかもしれない。今月は皆さんのおかげで2日間でね、なんとか10万円稼いだ。10万いった2日で。やば。なんで、まあ来月は来月で。ふわっちめったにやらないんで僕。あ、そうなんだ。はい、全然やらないです。まあキャストの方が人集まるもんね、光るもんね。そうなんですよ。はい、ラコステサーバーの2いらっしゃい。はい、ちょっとラグってますか。メイド喫茶ちょっと行かなかった。どれくらいラグあるんだろう。5秒カウントで手を挙げてください。5、4、3、2、1、手挙げお願いします。1、2、3、4、5、7、8、9、めちゃくちゃラグあるんですかね。ヘミちゃん会いたい、全然会えるよ。DM じゃない、DM、17秒ラグちなみだな。そんなにですか、20秒くらいラグがあるんですか。やば、まあ、モバイル回線だからね。17秒ラグですね、はい、お楽しみください。ありがとう。 BJ おちゃれた。17秒ラグ。あ、でも45人来たね。45、50人切らないぐらいだ。金梅さんやってる。お、あ、今配信ですか、ふわっち。やってるやってる。なるほど。お前すごかったね、ツバニは。ツバニはやばかったっすね。お前の話、論点がちょっとずれまくりやったっすね。しかもあの後泣いたらしい。あ、らしいっすね。なんか僕のせいでみたいな。ないわ。さすがにないわ。よく分かんなかったっすね。あ、牧場ミルクさんね、あの、俺、ふわっち専属でやってる今。ふわっちのみでやってる。ハートプレゼントありがとう、ハッチ。もう、ふわっち以外でやってないっすよ、僕。昨日のワインの女の子ね、結局行ってない。ノコさんのライブに上がった時に、片足のクロックスなくしたのと、で、飲みすぎてゲロ吐きそうだったのと、頭痛くて。で、あとなんか、みんなごちゃごちゃなんですよ、登るのにステージ。はいはい。で、なんか、バンクなった時に、コンタクトが右目外れて、うわ、左目しか見えない状況。マジか。結構グダ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 になってたんで、最後。何人ぐらい入ってたの？300人以上。すごい。ハマーです。悠々でしょ。ライブハウスどこ？渋谷のラッシュってところ。今なんかワンマンライブやってるみたいな。なんでもう次千葉とかも全国ツアーします。すごかったですね。明日多分新宿らへんブラブラします。コンテリくらいの。あーちゃんお疲れ。あ、ケバブ屋さん行ったよ。あ、行ったっすか。ケバブ店長行ったっすか。いや、店外人さん。あ、外人さん。あ、そうですね。店員さんはみんな外人さんですね。あ、店長いなかった。いなかったっすか。店長。店長、あの、仕事しないんで、ずっと任せっきりにして店員さん。あ、そう。店長は、あの、ツイキャスずっとやってますね。中でずっとやってるの？店の中で。いや、普段店にいないんですよ。あ、そうなんだ。店長。あーちゃん、どうぞ。今日はありがとう。カツカツお疲れ。お、低燃費お疲れ。お茶ありがとう。お、低燃費てめえ。低燃費てめえよ。お前、ツバニャンに3倍に引かれたらホテルに誘われたとか言うてたな、お前。あ、言ってたね、言ってた。ペラってる。ホテルにあの誘ってないけどね。お前をあの一度抱きたかったっていう話をしたよ。ホテルには誘ってないでしょ。テレビなんか太って可愛くなってた。あ、そうなんですか。うん、テレビ10キロくらい太った。テレビ抱かせろよ、お前。抱かせろ。あーちゃん覚えてる。店長って言えるかわからない店長。多分駅付近にいると思う、新宿駅で。
と持ち上げた。なんかつまみます？食います？つまみます。なんで秋葉にいるの？違う、今日ね、秋葉原でオタクにインタビューしようっていう枠をやってて、なんか雨降ってきたから、もう店入りましょうって言って、で、今店いる。俺は13日まで東京にいるから、今回。ケリちゃん、お疲れ。ヒカルさんの昼の話見れなかった？あ、一応ね、あれしてる、録画してるんで。はい、ワンツー、マライオンさんいらっしゃい。画質はパソコンだからこっちの方が綺麗だよ。TBS だよ。あ、やめた。雨が降ったからやめた。ちょっと録画してるんで。じゃあ、とりあえず、僕ちょっと充電ないんで、切ります。あの、よかったら皆さん、ふわっちで和道さんの枠に来てください。和道さん配信やってるんで。もしよかったら来てください。ね、そう、オタクいなかった。なんか断られたし、オタクド、なんかボードみたいなとこ行ったんですけどね、突然もう出てってくださいって言って、渡された。和道さんが、そうですね。はい、和道さん、よいよいらっしゃい。お疲れんじゃいった。和道さんの枠でお会いしましょう、皆さん。じゃあ、いったんお疲れです。初見さん3点セットお願いします。あ、ヒカル君から、いらっしゃい。楽しんでってください。和道です。どうもどうも。どうもこんにちは、アドです。下のコメント読めるよ。今拡大する。めっちゃ細かくないですか？あのね、でかいモニターにつないでるから。あ、そういうことっすね。他配信のようにでかくはい、どうもどうも、こんにちは。お、大丈夫？大丈夫です。どうだったらいいですか？あ、だめだよ。やばいっすよ、これ。あれそのボケでしょ、ファンサービスでしょ。そうそう、ファンサービス。はい、ヘルシーさんいらっしゃい。また楽しんでてください。どうもどうも。あ、そうっすね、パソコン配信なんでちょっとラグあるかもしれないですけど、トモスさんいらっしゃい。楽しんでてください。お疲れです、皆さん。どうも、エツオさん。これは、なんて言うんだろう、かすみさんから来たら、お疲れ。いらっしゃい。読めるよ、ここから。オラフもいるし。見える？仲いいの？オラフも疲れ。仲いいっすよ。うん、仲いいよ。どうもどうも、ゆうさん。女性多いで。女性なんか最近増えてますね。女性すごい多い。女性が。もしよかったら、フォローよろしくお願いします。お、みほこさんいらっしゃい。どうもどうも。和道グッズさん。あ、今日持ってきてないけど、ネックレスがありますね、本当は。へぇ、和道グッズですか？そうっす。すごい。ネックレス。ネックレス。すごいっすね。あ、串焼き欲しいっすね。串盛りと。串盛り。はい。盛り合わせ。はい。盛り合わせですね。フォローありがとうございます。彼女と仲直りしちゃおうかしら、ワード。もう三つ投げログいらっしゃい。彼女と仲直りしよう。なんか似合うね、二人。お前ですか？なんか落ち着いてますからね、ワードさん。そうだね。フォローしました。ありがとう、さやかさん。どうもどうも。フォローよろしくお願いします。ハッシュ一名さんいらっしゃい。いや、もう風邪ひいちゃって、喘息出て、昨日配信久々休んだ。あ、そうなんですね。体調じゃ悪いんですね。あ、でもね、今日若干良くなって、熱も抜けたし。あ、本当ですか。薬が効いてきてる。うつらないから大丈夫。病院行ってるから。あ、全然大丈夫。お客様お待たせいたしました。ですね。はい。自信盛り、焼き鳥盛り合わせ。盛り合わせを一つ。そうの、塩、味のは塩か、誰が。塩で。はい。うまチキン、うまだれソースの唐揚げ。はい。塩、こちらの。はい。唐揚げをお持ちします。うまだれソース。うまだれソース。あと、なんか、つまみとかないですか？寒ぶりの刺身。はい、ブリの刺身。ピザの照り焼きチキン。いいっすね。ピザの照り焼きチキン。誰すかね。馬刺し一つ。はい。
最初座ってすごいね。あ、どうもどうもいらっしゃい、キャンさんいらっしゃい。はい、お疲れ様です。発達さんいらっしゃい、キャンさんいらっしゃい。そこ閉めてってもらっていいですか。あらくん来たぞ。お、いらっしゃい。99名さんいらっしゃい。いらっしゃい、みんな。お疲れ。お疲れっしゅ。ありがとうございます。楽しんでてください。和道さん熱い人だからな。配信論語りたい。配信論語ろうよ。ちょ、語りたいっすよ、ね、俺も好きっすもん、やっぱ、ね、配信論。配信バカだもん。ぜひよろしくお願いします。13まで言うて嬉しいよ、このコンビいいね。ありがとう。決めってなんだ。どっちか。ポテンさんいらっしゃい。よし、もう5回普通に動くのか。なんか壊れそうっすね。いや、多分大丈夫だ。なんか繋がってますね。そう。よいしょ、よいしょ。ヒカル君ね、ルート的に九州から回って上の方登るらしいよ。あ、そうそう、まあ、最後の方だよね。太平洋なんで、まあ、その後にあの日本海側を通っていくんで、和道さんが、まあ、あれですよね、日本海側から、そうそうそう、太平洋の、太平洋から北行って日本海に。ただバッティングしますよ、ね。和道さん、配信のきっかけは、僕はね、あの、世界を旅したくて配信を始めました。光るほど熱いやつ見たことないから配信とかも見たいわ。ほら、もうお前早くツイキャスに戻ってこいよ、お前。俺、オラクと同期なんですよ。あの、2年半前からですけど、僕も2年半始めて、オラクも2年半なんですよ。で、お互い、やっぱその、大手さんがコラボとつまし、昔はよくやってたんですね。で、一発芸でよく上がって、面白いやつがあったらまた上がるみたいな。はいはいはい。それで僕とオラク結構上がってたんですけど、当時は。うん、お互いは知ってたんですよ。はいはいはい。で、まあ結構そのホームレス配信があって、闇で。で、そこからまあ顔見知りになったんですけど。じゃあ良きライバルだ。まあそうですね。なんですけど、オラフはツイキャスをちょっとやめちゃって、うん、今フワッチの方に行っちゃってる。あ、そうなんだ。配信難しいっすね。いまいちの戦い閲覧増えたし。閲覧気にしてたらダメだよね。まあ、でも閲覧を気にするんだったらやっぱ、しちがい配信ですね。人にとりあえず嫌われる配信した方がいい。俺はあの人が増えることよりも見てくれる人を大事にする配信者の方が好きで、結局もう長いことやったら名前なんか絶対売れてくるから、確実に3年は続けることだと思います、少なくとも。そしたらいろんなものが見えてくる。そうですね。ただでも本気でやってないと伝わるよね、福田さん。伝わりますね、やっぱり。変わっちゃうっす。あ、オラフさん面白いんだ。オラフは面白いんですよ。なんか数も重要なんだけど、長い目で見たら数重要じゃないと思う。そう、数ばっかり増えて嫌われてる人っているでしょ。誰とは言わないけど。俺バーガープレゼントありがとう。まあでもあれっすよね、ただあの普通に配信やってれば人が増えるっていう考えと、ダメだと思います。ダメダメダメ。ただやってるだけじゃ減っていく一本。あの下手に長時間ダラダラやるんだったら30分間本気でやった方がいい、うん、で自分の実力もう分かるから大体へこむよね。へこむです。こんな難しいことやってたんだ、素人ゲームじゃなかったって分かるよ。バーガープレゼントありがとう。ブログに手を入れてるけどなかなか数が伸びない。まあ継続ですよね、うん、でもいいよ、ブログは穴なんじゃないの。ブログは減ったから。あ、でも一番手っ取り早いのは気違い配信です。まあね、人増やすだけだったら。でも気違い内容にも言えますけど、うん、で金梅さんやっぱすごいです。うまい。だって金梅さんの何がうまいって一言絶対傷つけないし、実は迷惑かけてるけど気使ってるよね。そうです、すごい気使ってる。その辺のギリギリのところだよ。あとはアンチにどれだけ耐えれるか。あー、分かる気がする。そうですね。次第ブログ更新したらだって配信が始まる前ってみんな2チャンネルとかであの違うやつだな、金梅さんとか2チャンネルに画像のリンク貼って
なんかのこさんもこの間会った時言ってました、ね、でその金林さんを知ってるのはやっぱその2チャンネルの時代から金林さん知ってたみたいな言ってましたね。実は短いもんね、キャリア4年行ってないでしょ。そうです、4年行ってましたね、金林さん。すごいですよね、うん、4年でそこまで登り詰めて一気に来た時の半年から1年ぐらいの頃見てたからやっぱかったってことじゃないですか。そうですよね。もうだって枠開けたら神回なんだろ、本当に。毎回枠やばいっすよ、うん、外配信さ、金梅さんですからね。もうすごかった。金梅さん枠開くだけで速報バーってどこにでも流れて、金梅始まった、金梅始まった。はい、神回、はい、神回。何ですよね、本当に。30分で大体バンになるから。みんな急いで行くの。すげえ。一枠限定だから。本当すごいっすよ。性格好きっすね、僕、光る。俺も好きっすよ。さっぱりしてるし、正直だし。風船ありがとうございます。このコンビ素敵。早くペースに持ってけ。いやペースとかじゃない。まったりでいいよ。まったりだ、うん。本当にまったりでいいとりあえず。お、ランコムさんハートありがとう。旅配信使わせていただきます。今約束してて1ヶ月15万取れるようになったら俺もあの旅に出るって約束してる。それがやっぱすごいですよね、うん、そうっす。だから使用に使うわけじゃなくて、まあ、配信しながらそういう、まあ、何かの目的のためにやっぱやるっていうこうやっぱミスだな。配信で食ってきたいからね。いや間違いないです。ハル君今何杯目？3杯目。3杯目あそこじゃないか。やべえの来たな。あ、のんちゃんお疲れです。のんちゃんあざんす、この間は。やべえの来たな。やべえの来たな。なんですか。いや、家ピンポンピンポン2時間ぐらいずっと鳴らされたことある。あ、そうなんですか。え、そんな仲なんですか、のんちゃんと。のんちゃんめちゃくちゃ可愛かったですね。いやいやどうですか。おお、今日はいらっしゃい、キャさん。どうもどうも、ね、のんちゃんありがとうございました、これ。配信でね、10万超えたことないからね、マックス11万かな、うん、なんとか頑張ってね、盛り上げていきたいな。旅配信の先生だね。いやいやいや、だって僕、大手さんのチャリ旅とかあるじゃないですか、うん、僕また別なチャリ旅じゃないですか、観光地もあって、うん、毎日酒飲んだくれて暴れたりとかしてで、やっぱ大手さんに批判されますよね、スタンスが違うし、違う、はい、企画っていうかライフワークみたいな感じで、ね、そうです、僕はもう生活としてやっぱ旅してるだけなんで、結局俺ヒカル君よりの方が好き、企画企画してるのがあんま好きじゃない。そうですね。なんかいつからこの決められた期間でどっからどこまでっていくのが嫌なんですよ、あ基本的に。いや、珍しくないっすよ。結構やってますよ。結構やってます、ね、結構やってます。仲いいっすよ。4回、5回くらいやってるよね。結構短期間で。やってるっすね、だいぶ。たぶんね、俺がかそってるから、ワドを見るのが珍しいだけなんだ。久々ワドを見たっていうだけでしょ。いやいやいや。東郷さんいらっしゃい。コメントありがとうね。女子率高えな。女子率高いですか。いや最近ですよ。でもトッツには男性しか来ないです。やっぱ金梅さんとかやっぱベンチョさん系なんで、トッツには本当に男しか来ないですね。へえ。そろそろか。来た。失礼します。ごめんなさいね。大丈夫です。ごめんなさい。寿司食います。大好きです。失礼します。あ、行っちゃった。食べないと思ったぞ。お酒を頼もうかと思った。あすみません、生の一つもらってます。あ、はい、あ、よっしゃ。旅疲れ抜けなくない？じわじわ蓄積されていかない？蓄積されていくんですよ。本当なんか体がおかしいですよ、ずっと。俺も九州まで行ったけど、1ヶ月ぐらいだったけど、それでもきつかったから。あとはなんで酒やめたの？なんでってさ、あ、いただきます。
高いしさ、うまくないしさ、頭痛くなるしさ、いいかもしれないんだろう。俺、シェラフでも楽しいから。寿司はないよ。刺身、刺身で。うまい。居酒屋なんで。キチガイは人は増えるけど、継続していた、なんか俺がキチガイ嫌いなのは、キチガイ配信者、例えば俺がキチガイ配信やるじゃん。で、和道が好きなんじゃなくて、キチガイをやってる配信が好きな人が集まるんだよ。だから需要がないと思ってる俺。結局、キチガイが好きだったらいいと思うんだけど、キチガイって無理してやる人が多いじゃん。結局、普段の配信とギャップで、人離れちゃう。それ引かれる話、あ、これはね、だから、最近メリハリつけてるよ、ちゃんと。だから、キチガイ配信するときはするけど、落ち着いた配信するときは、落ち着いた配信する。だから、家雑のときとか最近全然ね、家雑で、まあ、今回娘の話とかあったけど、9年ぶりにね、別れた奥さんと会うっていう、まあ、安定して500人とかはいてくれてるからね、やっぱそういう話とかで。メリハリだと思う、やっぱ。だから、短期間で金梅さんみたいに半年間でバーってやるっていうのはありだと思う。でも、ガッツリ系ファンつけちゃって、で、自分で配信やるとか、中途半端にやるとダメ。一発屋の配信っていっぱいあったじゃん。そうですね。スターバックスに爆竹投げたやつ、あと何、本当に、ね、一発バーっていっても、結局食っていけないかもね。風船プレゼントありがとうございます。たぶん、これ。チョンケリさんいらっしゃる。ずっと口外配信はダメ。いや、やるんだったらずっとやった方がいいと思う。そうですね、とことん。とことん。半端にやると板で炎上するだけだから。結局さ、見る人増やすのが仕事じゃなくて、俺はファンを増やすのが配信者だと思ってて、結局あ、この人好きだわって言ってみんな見るわけじゃん。自分が追っかける人って。だから好きになってもらわないと、結局何やれ何やれってラジコンになるだけだから。例えばよく俺が言うのが、1000人見てくれて、収入が0円の配信者と、10人しかリスナーがいないけど、200万取ってる人だったら、俺は200万取ってる人の方が配信としてプロだなと思うから。また来てください、ありがとう。でも難しいですね。僕が最初、まあ、嫌われる炎上じゃないですけど、初めてちょっと炎上したのが、そのいつも言う閲覧の中で、配信やってると身内キャストみたいになってくるんですよ。やっぱいつもいてくれるリスナーさんとか、でも、まあ、新規が入りづらくなるんですよ、枠って、身内が固まってくると、そうだね。まあ、それが閲覧の壁になっちゃうんですけど、どうしてもなんか、50人から上に行かないとか、どんなにやるとか、80人まで行くんだけど、80人から上に行かないとか、それをぶち壊すために、まあ、ちょっと炎上芸じゃないですけど、僕は何かやったんですよ。俺も、ニコ生の時って、やっぱりなんだろう、俺5500がマックスだったから、全然レベルが違うんだけど、2人分とね。でも確かに閲覧アクティブ30とか20とか止まるんだよ、やっぱり。だから褒めレベルで言うと1600人とか2500人の壁があって、そこから5000人いけると思うんだけど、俺結局コラボなんじゃないかと思って、気の合う人と楽しくやったりとか、なんか広まってもらうのを、なんかコラボ回数とか増やしていくと、結構露出が増えて名前を覚えてもらえるかなとか思ってて。辛い配信はなんかね、年に1回でいいかなっていう。辛いっていうか神回だよね。予期せぬトラブル。まあそうですね、まあ、難しいですね、なんとも言えないですけど、まあ、みんないろんな多分やり方があって流行ってる人、ね、そう結局ね、配信のそうなんだよ、みんな自分はっていうのがあるから、そうなんですよね、そうなんだよ、結局ね、自分なりにみんなやってるから、例えばヒカルくんがキューちゃんボックスと同じ配信やってもつまらないし、俺がイナコと同じ配信やってもつまらないんです。だから、本当にね、長く続けて自分のスタイルを見つけるためにいろいろやった方がいいんじゃないかと思う。そうですね、やっぱ多分やってると見えてくるんで。だんだん。自分のスタイルが出来上がった時多分、なんか自信がつくんじゃないかな、自分の配信で。そうですね。それまで何とも言えないと思うよ。
ごめん。ごめん。カメラ止まったっぽいな。止まってる映像。あ。音声は入ってる。音声入ってるっぽい。あ、入ってる。よかった。イラコはわかんない。イラコわかんないんだ。神っていうのかな。ニコ生の神。マジか。ナコ知らないんだ、今の若い人は。わかんないですよ。名前はでも聞いてみたいですね。神だよ、神。アドさん、配信とはみたいな雑談多いですよね。いや、配信をやるっていう話、今話してる。そう。今ちょっと配信について 話し合ってたんで、そこは了承してください。ありがとう、なおちゃん。あのね、それについては、今年ね、セブンさんにも3杯目光が今年年々必ず捕まるって言われてるから、それだけは避けようと思って。めっちゃ来てますね。あ、ごめんなさい。めちゃくちゃ来てる、これ。お父さんと会ったね、稲川さん。パパ校に会ったのが。レジェンド。レアキャラ、パパ校。ハーフ戦10個ありがとう。難しいよね。配信は難しいです。でも好きだったら絶対伝わると思ってる、僕はリスナーさんに。好きこそ物の上手なんだよ。ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。ありがとう。なんだろうな、その配信スタイル、ワードさんで言うと、まあ、雑談スタイルですか、今。そうだね。当時はどんな感じだったんですか。当時は何でもやるっていう感じ。もう配信で数十分やってたんだったら何でもやるって。何でもやってた。そうです。で、結局ファンシーばっかりになって、なんかこれじゃないって言って、もうスタイルガラッと変えた。そうですね。最初は人が増えればその分比例して稼げるし儲かるし良くなると思ってた、そうじゃないなって気がついた。いや、花火はいつ何時も断らないですよ、僕は。どんな時でもスクワットやりますから、僕は。ああ、めちゃくちゃシュール。唐揚げ食べながら口の中に入れながらスクワットやってるね。あざっす。いつでもやりますよ。あの時ワドさんがいきなりスクワットやりだしたら光くんと思った。意味わかんないと思ってた。まあ、ただハテナマークなんで喧嘩してんのこの人スクワットやってんだって。見てもちょっとよくわかんなかったんで。僕のスクワットしてほしかだからね、最近ね、おかげでね、股関節がめちゃめちゃ鍛えられてて、すげえムキムキになってきたんだよ。ムキムキやったんですか。よいしょ。あざーす、小田井さん。コーラでいいですか。は
あ、ポール、あ、ありがとうございます。はい、ポール。すごいな。でも、パソナムーシー、今厳しい時代だと思うんだよな。配信始めるの、もう配信者が多すぎる。多すぎですね。キャスがそれを広めたんだよなっていう。そうですね。手軽にできてるじゃん、このアンボタンで。イコノマ設定とかめんどくさいから。みんな分散してますもんね、リスナーさんは。もう。なんで、やっぱ何かで飛び抜けたやつで、そうだね。うん、なんか一気に上げるしかないですよね。今は本当に戦国時代だと思うよ、配信の。今が一番多いんじゃん、配信だったけど。お客さん、お待たせしました。コーラ一つ。コーラ一つ。あと、生一つ。配信戦国時代。おい、6歳いらっしゃるよ。でもオラフもったいなかったっすよ。オラフ地域に閲覧やっぱ300人とかずっとキープしてたから、最後大炎上して何ぐらいだ、5000人近く行ったんですよ。やば。そっからなんかふわっとしちゃったんですよ、凍結されてツイッターとかで。もったいない。他から意味を思うすのっていう感じの時期だね。そうですね、本当に今多分インターネットの分岐点ですよね、配信会の、だから今な上げとかないと、もう後々ちょっと置いてかれるですよ、そこあと 2,3 年だと思う。僕もそう思うんですよ、だからテレビと変わんなくなるよ、あと 4,5 年すると。で今っすよ、ベッキーとかも生放送入ってきたりとか、売れない芸能人がガンガンやってるから。逆にテレビ、インターネットで有名になったらテレビ出るようになるし、なんかテレビの一番下とインターネットの上位が入れ替わってきてるっていうか、だんだん混ざってますね。これがぐちゃってなると思う。そう、だってなんか配信者も今テレビ番組とかちょこちょこ出るようになってきますね、やっぱ。どんどんあれっすね。だそこに一番食い込めるのが俺、森行さんなんじゃないかなって思ってね。そうですね、石森さんはアベマ TV とかですね、やっぱ出てますし、キャミさんいらっしゃい。キャミさん、ありがとうございます。でも本当、クワッチから俺は配信が増えるようになる時代来るんじゃないかなっていうふうに思ってるわ。そういうことですか。だってさ、初めて10日ぐらいで5万ぐらいもらえるわけじゃん。下手したら1ヶ月15万とかもらえるわけじゃん。そしたらさ、バイトやるよりも全然いいじゃん。まあそうっすね、まあそれこそ本当にフリーランスでね。そう、好きな時間帯に動けるし、お金もあるし。だから、ね、俺より才能ある若い子とか面白い若い子いっぱいいるんだから、そうなんか、バイトしないで食ってくれる時代が来るんだよね、もう。間違いないですね。アスカさんいらっしゃい。いい時代だよ。なんかずば抜けた何か才能か何かあればいいですけどね、それを生かしてその配信とかでできるんで、やっぱり。あとキャラだよね、ほんまに。キャラと、なんか武器が欲しいですよね。でもさ、気合いじゃない。おー、ノリコいらっしゃい、ノータいらっしゃい。俺なんかさ、何の一芸もないし、特技もないから、もう根性論だけだもん、ほんとに。いや、僕もでもそんな感じです。ハートダイブだよ。ハートダイブ、ハートダイブ。そこ、キャラ全然違うけど、似てるって思う。似てるっすよね、ハートダイブ。ハートダイブだね。そうなんですよ。やっぱ、気合いでやるしかないかな。まあ、そうっすね、やっぱ。あるよ、なんかすぐポンってくる。あと、オタク受けする女の子はいいかもね。あ、間違いないですよ。女の子はすぐ乗りますから、基本的に。羨ましいです。3倍ぐらい差あるよね、オタク受けする。全然違うっすね。全然違う。本当に女の子は羨ましいです。羨ましいですね。絶対俺の方が面白いねと思うよ。カフェにだけでくっそ、そうだね、思うよね。普通にトークしてコメント読んでるだけで、うん、とか思っちゃうんですからね。もう
これはあれだ。これね、でもね、奥さんね、酒飲めようと思ったので、直達さんの営業結構ある。あ、そうですか。あ、やっぱお酒飲まないんで、前々からやめようかなと思ってて、別に確信もなかったから、別に好きでも嫌いでもないしって思ったけど、直達さんかっこいいなと思って、それがね、結構、背中を押してもらえたと思って。いつも基本的に酒越しにしようって、もうずっとひたすら飲んでますけど。え、でも和道さんはどうなんですか、誰かリスペクトしてる配信者とか。うなちゃんマンだね。うなさんですか。配信者はやっぱうなちゃんマンだな。なるほど。ずば抜けて、あとエミさん。あ、EMI そうですね、エミさんさん。あとみどりさんかな。でかい3人はもうずば抜けて。エミさんの配信もめちゃめちゃかっこよかったんだよな。そうエミさん、いろんな配信も聞くけど、なんか結局みどりさんの配信もめちゃめちゃ今考えるとふざけるなと思うのが、ワード大手にいらっしゃったらコメント読めって言われたで、俺みどりさんの放送を見てみたの何回か、全然コメント読んでね嘘だと思って俺は嘘だと思って、ニコ生のコメントの量半端ないっすもんね、タラララーって。あれはもうすごいっすよ、この人これで読んでるつもりなんだと思って、で、あのこれは俺この人のアドバイス聞いたらダメだと思ってこの間ロハちゃんのやつ聞きました。僕はロハちゃんのつてで、横山みどりさんのところに謝りに行ったんですよ。ね、あのセッティングしてもらって行ったんですけど、最初、まあ、ロハちゃんが横山さんのところに行ってちょっと交渉してるから呼んだら光くん来てって言われて、僕に任せてください、みどりちゃんは僕が行ったら絶対大丈夫ですので、光くん大丈夫です、今待っててくださいそう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 で待ってたんですよね。で、あの木陰でちょっと隠れてたんですけど、あの3倍に光がいるならもう合わないでしょ、もういいわって追い返すそうそうそう、やっぱりみどりさんは怒ってるんでダメですね。だから、まあ、一応謝りに来たってことは分かるけど、あの、まあ、会いたくないと結局それで終わったんですね。でその夜にロアコちゃんは、まあ、そういう謝りに行ったってことはヒカルさんの枠では言わないでくださいと、まあ、23日以降にどうせあったら言ってくださいって言って言ってたんですね。でも言わないようにしてたんです。そしたらその晩にあの横山みどりさんが、あのロアコがよって突然来て、あの金杯のあのなんかあの弟子みたいなやつ連れてきたよなみたいな、ふざけんなと思ったんですその晩にさ、あの俺に言ったのが、和道さん、暗黒に嫌われてるのは僕の力、僕は暗黒ナンバー2ですので、みどりさんに言っておきますからって言って、若さんが寝てるとき、なんか、みどりさんとはやりとりの LINE ポンって言ったけど、和道さんを許してくださいとか、ずっと長文で10個くらい書いてあって、無理って書いてあった。あ、ひと言で。全然力ねえな。また時期が違うんですマジっすか。みどりさんと全然コンタクト取れてないな。配信直し感じるの、あー小島グランプリ面白いよね。小島 GP はね、もったいもったいもったいない GP はでもいつか来ると思って最近上り調子だから、あやっぱり来たか、まあ金杯ファミリーですからね、やっぱ小島クラブって金杯ファミリーの、あそうですよ金杯ファミリーですよそうなんだ
初めて知ったんですよ。最初はなんか横山さんが当たったらしいんですけど、暗黒系だと思ってたけど、そう、なんか前回のちょっと件で、結局あの横山みどりさんのところに俺と金林さんで行くっていうトツで、うん、GP が阻止しに来たんですよ、うん、でも結局逆に便乗して、うん、GP を止められなかったっていうね、寝返ったそう、寝返った金林さんの方が美味しいって思ったんだよね。そうですね、汚いやつのことグランプリは、カソナマウスのところ、みんな知らないと思うけど、アクティブ3とかだよ。ニコ生で3人しか見てないのに、便器とか舐めてたんだよ。やばいっすよ、ね、肛門にビー玉突っ込んだりとか、ね、そう。すごいよ、もう超体張ってたのに、みんなバカだって言ってたもん。誰よりも体張ってるのに、誰も見ないっていう。GP とヒカル君の色がくれる。やった、よかった。GP が突然阻止するためっていうのでなんかスピリタスみたいなのをしてきて、金林さんとなんか僕を公園に連れて行ったんですよ。 お前ら見とけっつって口の中にスピリタスつけて、あれって90何度じゃないですか、口の中に入れてるだけでも口がやけどするんですよ。それなのに口の中に入れて火吹くんですけど全然火吹けない人ギャーッとかつって、で口の中にやけどしててえーって言ってて、そう僕と金林さんが代わりにやったらボーンっつって、ね、そう持ってないか、そっち GP いけるな、面白いよね、小島グランプリ、これファンだもん。そう、小島グランプリ相方が必要だよ、あれ、うん、最先端すぎるんだよ、ボケが突っ込めないんだよ、リスナーさんも引いちゃって。閲覧会一件あったけど、これだ金林さん終わったのこれ配信。あ、なんで閲覧終わったんだろう。金林さん一件終わったの、ね、間もそっち分かりやすいよね。みんなどっから来たの？こんばんは。すげえ、突然あの流れてきた。なんだろう、マリエさんいらっしゃい。皆さんどっから来たか教えてください。どうも、ヒカル君とコラボしたかな。おー、モフモフさんいらっしゃい。どうもどうも。多分誰か来たんだね。金林さんだろうな、多分。そうそうそう。ハトミの花火90発。やば。出てるね。うん、90発っていくらだろう。10発で5000円、20発だから4万5000円か。すごいな、すげえな。ランハゲから来たの。え、ハゲ、ハゲから来たの。でもね、ハゲ優しかったっすね。あ、そうか。ラハゲさん絡んだことないんだ。うまいっすか、うん、ハゲ。私はどっからも来てない。詩人だから北斗の拳に出てくるから私はどこからも来ていない。ランさん配信してたの？あ、サトミン今ライブやってる。ちょっと待って、50人減ったんだけど、どういうこと？何このあのブレブレ。ひどいんだこれ。めちゃくちゃブレブレじゃん。定まってないんだろ。アルバムの今日花火、へぇー。花火祭りだね。すごいね、春も85月。稼ぐなぁ。すごいですね。おい、さやかおかえり。急に戻って、また置いて始まったんだよ。よくわかんないですね。ランハゲさんから来たって言ってランハゲさんもやってないですか。おはようさんがスポンサーさんいらっしゃい。ヒンジャーとサトミンが2人で配信。それが始まったんだ。そういうことか、今1500人。切って、こっちに流れて戻ったんだ。そういうことですね。そういうことか。すごいな、金林さんが始めるのと終わるので100人こんな理由の。全然違うもん。金林さん、金林さん、勘弁してください。今始まったから、まあ、だから1にこう、ピコーンって8周に増えて、バーンって下がった。やっぱ、影響力、影響力、バイアス。めっちゃ安い。めっちゃかっこいい。ハブ感みたいな。そうっすね。ほんとそうだよね。だからもう大体配信上は終わり待ちとかになるから、うん。金林さんの配信終わり待ちです。俺も金林さんに可愛がってもらいたいな。金林さん、はいはい、兄さん、金林さんでも優しいって思って。超優しかった。優しい。いつも1位目指しますって言ってた。あー、里見さんか、取れるでしょ、余裕で。うん、多分決まる。復元した、俺は繋がりないと分かんない。いや、俺も分かんない。うん、あんまそういう恋愛関係は首突っ込まないです。めんどくさいんで。あ、めんどくさいよね。し、あ、首突っ込んだらお前に関係ねえだろって言われたら終わりなんだよ、ね、結局やっぱね、あの兄貴分ついてる人はそれでそこで、まあ、全然首は突っ込まないですよ。
この部分うまくね。美味しいっすね。かなりうまいっすね。関信吾花火散髪。どうでもいいや。突然なんかあれでしょ。あのふわっち移行し始めたっすね。関さん。あ、そうそうそう、本当に。いや、金の匂いがするところにすぐなんか、ほじきの王様だから。まあ、クズクズっすからね。いや、面白いな、セクシーも。横浜のお野菜でしょ。お疲れ。お疲れ様です。どうも。語り合ってます。語ってます。語らってます。やっぱ酒はね、何を飲むかじゃなくて、誰と飲むかですね。間違いないですね、本当に。それもあります。肩を削るのに蹴るどんどん息を寄せて青春の日々に3回4回あざーすこれコーラこれコカコーラ世界で一番美味しいって言われてるコーラうまいっすよね。これうまいよね。疲れた時のコーラやばいよね。やばいっすやばいっす。なんか喉越しやばいっすよね。やっぱコーラ。そうだからビールの次に喉越しが似てるのがやっぱコーラっすね。あ、確かに言われてみたら。うわーって皆さん涙目になっちゃうんですよ。気持ちよすぎて。酒やめた。酒で失敗したくないから。炭酸いいよね。酒で失敗したくないから。なんか僕も自分がですね。来た。刺さる何かいつも失敗しますから、基本的に。酒で失敗するよ。酒失敗します。モロハの剣だからね。ほんとそうっすね。結構ありがとうございます。いや、まあ酒を飲まなきゃやってらんないんですよ、酒は。あやっぱ基本的には。でも別にね、酒が嫌いとかないんだよ。本当に酒が合わないんだよね。本物？じゃあ見れるんですか？あ、まあフォロワー中すみません今日彼女家今配信見てるよ。モンタン見てたらコメント打ってモンタン見てるよ。モンタン、あの家族のヒカル君のファンだから。あ、ありがとうございます。見てるかな。見てるですかね。見てくれてるですか。ヒカル君好きだから。っていうかさ、彼氏が放送やってて好きだっていう配信者のヒカル君がやってて見てないって。もう完全に見分かったよねまあよくさ、いたヒカル君、モンタン、ヒカル君がね、プレゼント。あ、プレゼントしました。ヒカル君からお土産です。お土産なんで、うん、ありがとうございます。え、うるせえなこの偽映えを。偽映えって普通ふざけんなよ。なんかあったら普通に金梅さんから連絡来るっつうの。すげえ、5分で花火30発やばいっすね、5分で。やばいよね。30発30発やばいな。里見さん感じいいよね、本当に。里見は安定ですもんね、本当に。好感ある。なんか配信者っぽくないよね、普通の OL さんって感じで。ほんとそうっすね、うん、佐野健次郎も似てますね。誰ですか、佐野健次郎。わかんないです。わかんないです。あれがいいです。里見花火100発超えてる。すげえな、おい。ハーリーピーポーだね。花火祭りですね。逆らわれされてる。いいよね。うなしゃんも三社祭りの時なんか金梅さんに言ってたよ。おー外見肺炎でさ、うなができなくなってる。うまいですか。おーもういいや。はい、なんか肺の調子悪くなったからうなできなくなってるんだよね。あ、大城さんお疲れです。今お疲れ様です。分かったよ、偽前。もう気づいてるから偽前。この偽前さんよく来るんだよ。あ、そうなんですか。僕の枠にもよく来ますね。お、エミちゃんこんばんは。
どうかな、いや、今日誘ったんだけどね、なんか、いや、なんか出不精っていうか、家から出たくないんだよね。東京五輪のロゴ創作疑惑も出てたよ。それに似てんの。あ、そういうことなんですか。お野菜食べてね。優子ね、いつも、ありがとう、偽前。浅井さんね、浅井さんは面白いなんで、多分本当にドキモノだと思う。なんか言ってたんですもんね、さっき。マドさん、お疲れ様で、2人で新宿配信です。そうですよ、新宿いい街ですよ今日はですね、新宿じゃないですよ。そう、今秋葉にいます秋葉原、そう、秋葉原に2人で行こうっつって、お宅にインタビュー聞きに行きましょうっつって、なんかちょっとそのオタクロードみたいなのがあるんですけど、そこの中に入った瞬間に撮影やめてくださいって言われて、クロックに止められます。速攻クロック飛んできて、速攻出ました。インタビューできず。多分秋葉が多分見た目上似合わないです。似合わないですね。全然二人とも合わないです。なんか渋谷って感じがする。本当ですか。うん、渋谷っぽい。でも渋谷落ち着かないですよね。嘘、はい、似合うけどな。渋谷全然なんか落ち着かないですよ。クラブとか行かないの。クラブとか行くんですけど、配信マシだと無理じゃないですか。なんで行けないですね。渋谷もなんかそのあったんですよ、前回渋谷でちょっと神回的なことがあって、一回その徘徊してた時にたまたまそのセブンイレブンで休んでたら変なおっさんに声かけられて、でそのおっさんが話してたらめっちゃくどいんですよ。なんか俺の娘は将来の国会議員だとか、俺はエリートだみたいなこと言って、でなんかそのカップルでなんかそのなんかやってたんです、なんかストーカーみたいな、やめてよみたいなこと言って、でストーカーだストーカーだおえーとかつって走ってバーッと追ってたんですよ、そのバッグ置いて、で俺なんかそのおっさんくらいから走って逃げたんですよ、そのバッグ置いたまま。そしたらなんか渋谷交番に最後行って、俺ナンパするって渋谷前に行ったんですよね、ハチ公前で、でナンパしまくってたらそのおっさんがなぜか渋谷交番って僕を通報してたんですよ。何それ、そう、なんか気持ち悪い、めっちゃいいです。でおっさんと出くわして最後に、お前よかったなっつって、お前これで俺のバッグを盗んでたら300万入ってたから、お前命拾いしてたっつって、で最後の最後にお前今から俺秘密の部屋あるけど秘密の部屋に来るかとか言われて、いや行かないです行かないですって行かないわっつって、なんか結構面白かったですね。結構炎上しましたね、だいぶ。そう、その時にも TJ が絡んできて、セブンさんを受け取ってきた。炎上炎上してもらって、炎上する時って重なるよね。え、炎上する時って重ならない。そう、重なる。っていうのもそれね、なんでかと思ったら、要は炎上してるじゃん、美味しいと思うから売名で炎上かぶせてくる、他の人かぶせてくる、ね、そう、スパイラルなんだよね、これ。そう、やばいっすよね、炎上スパイラル、みんなかぶせてくる。同期の女の子が、あ、ドンキの、それは芸能人を探そうっていう話で、どうだっけ、目黒行ったんですよ。で、目黒ドンキだと、芸能人ですか、E ガールズとか、エグザイルでよくいるよって話言ったら、まあ、そのオタク系の女の子がいて、その女の子が、なんかすごい、最初なんかその、ずっとついてきてくれてて、案内してくれてたんですけど、最後一緒酒飲んでみんなで盛り上がろうぜって言ったら、だんだん酒入ると急になんか僕に切れ始めて、当たると当たり強くなってたんですよ。で最後外に出た瞬間に突然ぶち切れ始めて、僕腹パン食らったりとかして、それも炎上したっすね。だいぶ炎上したっすね。めちゃくちゃディスられまくったりとかしてて、酒癖が悪いと分かんないです、なんかよくわかんないかもしれない。変な思いよね、東京は。でも東京は変な人多い分、配信やるならネタが降ってくるから、その分面白いです。そうなんですよ、その楽しみがある。しかも酒飲みながら夜中とかに徘徊するじゃないですか、はいはいはい、そうするとどんどん来るんですよね、うん、なんかそういう面白いのがやっぱり。外観覧4丁目に住んでました。あ、大城さん、なるほどですね。
ちょっとうんこしてきていいですか。いってらっしゃい。大事よいしょ。コメント流れてないぞ。すいません、なんかすいません。マノさん今日どうしたんですか。明るくもね、あの昼間電話かかってきて、なんか打ち合わせしたいっていう風に、うん、で打ち合わせして、で今外配信でちょっとなんかお宅探しましょうって面白いねって行こう行こうって、それでなんか外配信してて、でまあお宅いなかったから、じゃあ飯でも食いましょうってなって、それで今飯食ってる感じですね。うん、ね、配信者も業界狭いじゃん、配信界隈も。だから仲いい人いると嬉しいよね、やっぱ。秋葉、今秋葉、うん、秋葉 NOW です、珍しく。でもオタクっぽいオタク今いないよね、昔みたいに。オタクファッションがもう絶滅してるよ。みんなこれはね、だいぶ昔の20代前半の頃、2回ぐらいだった。フォローありがとうございます。フォローありがとう。ヒカル君子供と会ってどないやったの。ヒカル君すげえ、もうニコニコしながら、子供会えましたよーって。最高でしたよ、来月会うんですよってニコニコしてたよ。やっぱ自分の子供可愛いよね。いや、まだ明日やる。明日休みだぞ、会社。明日出張。いいね、休み。誰から行きます。明日、なるほど。いや、一応ね、アニメとか、あのフィギュアとか、アイドルとかいるんだよ、メイクとか。だから服装がオタクっぽくなくなってきた。俺はね、ユニクロの普及がオタクファッションを絶滅させたと思ってる。昔ユニクロなかったんだよ、中学校の頃。だからファッションセンター島村みたいな、お母さんが買ってきた服を着てるの。だからみんなチェックのシャツとか、なんか小学生みたいなジーパー入ったりしてたんだよ。オタクって買い物、ファッションに興味ないから、お母さんが買った服を着てた。だからああいうなんか、島村系ファッションだったんだよ。でもさ、ほら、ユニクロとかさ、そういうのがあると、なんか見た目がどんどん統一されていくっていうか、オタクになるんですが、火曜日。そうだよね。そういうことになるよね。この後ないです。いや、予定ないよ。予定ない。風邪引きだから、明日も仕事だし、多分帰って寝ると思うよ。とりあえず温めて、で、僕ここに来てきたから、キヨさんもこのようなこっちの。俺マリアさんフォローありがとう。ごめんね、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 もう4年もやってるさ、いろんなことがあって。俺、払ってるしな。覚えてな。いや、鈴木も払わないんだよ。たまにさ、ごまかしてる。ごまかしてはいないよな。マリア。10。これ、ごめんね、ごめんね。
どっちがいいの？できる話をしっかりし、君言うよ。で、誰も最悪で決めるかって。いや、何も言うよ。キムさん。ごめんね、もう。ゴミを入れるか、麺を入れるか。じゃあ、麺ね。麺は何で、うどんで。麺食った。ヨハコさんね、うんうん、あれ面白かったよ。あれ、いや、3ヶ月ぐらい前だよ。3ヶ月ぐらい前。あれ面白かったね。お台場ね。あれは俺も面白いんじゃなくて、ヨハコさんも面白いね。記憶にないだけど。だいぶ残念ってもらうから。受けるよね。この後ご飯ってもらえるこれ鍋やってる。いや金もらうから。21名さんいらっしゃい。現在、そうですね。ご飯1人前くよかな女性っていうか、大根みたいなデブって言われた。ご飯1人前に。スピシス。2人前だ。この窓さんが3つに。うん。ちょうど1500人あざっす。これでいいんすか？これ今配信やってるんですか？でもな、お前でもないよ。またフォロワー増えた。ありがとう。ツイートします。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんが、ハスタクさん、マリエさん、かすみさん、ともさん、チキさん、さやかさん、あのよろんさん、ありがとうございます。フォローありがとう。ハッサさん、ワードツエです。いらっしゃい。お疲れ様です。黄色いもん、コメントがキャーンみたいな、キャーンみたいな。おっさんばっかりだから。いやいやいや。おー、ヒンセいらっしゃい。もうお疲れ、ヒンセ。みんな明日誰にも言わないなら俺が知ってるところは全部言ってあげるけど、言っちゃダメだから言わないよ。スーシューと原田さんと誰かにはフィジトリー、うわぁ、めっちゃ腹いっぱいなんですね。うん、ワタミってこんなうまかったっけ。俺ワタミってあんまうまくないイメージだったけど、必殺的に結構うまくない。結構おいしいっすね。うまいよね。だからここがおいしいっすね。あー、いや、結構いいし、めちゃめちゃうまい。空きは狭い、狭い。空きは狭いですね、本当に。超狭いです。超狭いです。本当にね、駅の周りだけ。本当狭い。狭い。もともとなんでオタク系の文化を発祥したかって、IT 系の先駆けだったのと、IT 系の勤めてる人がオタク系の人だった。そういうことです。それでオタクの祭りになっていったんだよ。なるほど。お前らとかじゃないよ。すげえな、56発。リスワン確定じゃん。え、確定でしょ、今日。金梅さんはもう撮ってるもんね。すげえな。金梅さん2日目っすね。2日目だ。あ、違う、1日目か。1日目金梅さん撮って、2日目がツバンやると思って、ちょっと勝負して、ね、抜かされちゃって、3日目僕なんだか撮ったんですよ。撮ったよね。ユミさんフォローありがとう。ユミさんありがとう。すごいですよね。すごくないよ、全然。一言を言うと、皆さんに月末撮りてぇな、俺も。すごいっすね、やっぱ。
これからの予定は、なんかラブホに行って、こうヒカル君と抱き合おうかなって。私は上半身裸は OK ですから。OK なんだ。はい。だから、ラブホに行って、洗濯バサミを両方紐で繋いで、ドッドッとちょっと引っ張り上がる。ギリギリ寄せる。乳首の向こう側に行きたいから俺は。どこまで乳首は伸びるのかっていう。ちょっと耐久力。それいいな。男と男の、ね、男と男。それ毛深いよ。俺も超毛深いよ。毛深いですよ。でも、なんか本当にあれなんですね。一昨年までそんな毛深くなかったんですけど。やっぱ現場でスコップ掘って穴掘ってやったらしいんですよ。でそうすると、まあ、ちょっと腕まくりじゃないですか、はいはいはい、土がいっぱいつくんですよ、こう汗深いと。でそうすると毛が自然に伸びきってそのこんな感じになりますから。俺より毛深いかも。めちゃくちゃ毛深いですよ。こういう贅沢人もいらっしゃい。皆さんお待ちしました。生一つ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 三人床にある人はカリスマ生態。トランプタワー俺3位だった。いや俺クエ食いてえなチッス。色黒いから毛深くても似合うじゃん。俺色白くて毛深いから気持ち悪いんだよ。大変ですよ。毛深いからどってことないですもんね。体調良くなった。体調はでも悪いっすね。そうだよ。でも酒入ると酒でアルコールでごまかせられるんで。あ、ただ寝起きっすね。吐き気が最近半端ないっすね。全然二日酔いとかじゃないっすね。飲みすぎだって倒れるよ本当に。やばいっすよ、ね、マジで気をつけた方がいいよ。ずっと飲んでるじゃん。ずっとエンドレスっすね。そう、何軒はしごもしさ、あれよくないよ。朝までコースだ。ギャスさんのフォローありがとう。腕毛見せてる。あ、濃いね。濃いっすよね。ね、夏の時期とかになると、蚊とかいるじゃないですか。ふーんって。あまりにも濃すぎるから、皮膚に入れないから、ふんとかって見ると、毛に絡まってるんですよ。蚊が。だから、それを狙ってるパターンなんですね。面白いじゃん。たどり着けない。スパイダー。スパイダー。たどり着けないですよ、奴らは。それいいな、美味しいな。俺はね、酒飲んでも酔わない、基本的に。てか、気張るタイプだから、気心許してないと酔っ払わない。ああ、それはあれですね。気張ってると、あんまあれですよね。酔わないですよね。ちょっと面白いな。そのネタずるいわ。いや、ネタとかしない。いや、ネタでしょ。これ、ね、あれでしょ、バッグの中にあるメモ帳に書いてあるね。ちょっと、バレたっすか。仕込みネタ。ネタ帳。ネタ帳、後で見てみよう。ネタ帳。里見10万超えたぞ、やっぱ。すごい。やばいね。今日だからこのまま続けたら2、30万いくんじゃない。ね。え、なんで、その、な、自然とそうなったの？その、なんか、煽る流れみたいなのができたの？花火行こうぜみたいな、なんか流れってあるじゃん。いや、おそらくですけど、ここ最近、里見さんが配信をやってること一度もないですよ。この2週間ぐらい。金梅さんの裏で泣いてたりとかだもんね。そうです。そうだ。で、まあ、その、ランハゲの件とかもあったけど、うん、結局、里見さん、その件にも一切配信してない。そうだ、そうだ。それで周りが売名してたんだもんね。そういうことランハゲさんとかね。そう、里見を中心に。なるほど。みんな気になってる人も多かったと思うんで。じゃあ、お帰りのご祝儀だ。ピンクソード、青、元気だよ。まだわしに気を許してなかったってことか。え、俺贅沢美藤さんと飲んだことある？わかんないです。え、俺飲んだことあります？贅沢美藤さんと。よくわかんない。あるかな？どういうことだ？どういうこと？あれですよ、バーで接客してるときは基本酔わないですよ。僕はもうなんか最近酔いますけどね。なんかもう酔ったもん勝ちだと思って。あ、分かる。酔ったもん勝ちだよね。そう、早もん勝ちです。そう、酔っ払いの、あ、それはそうなんですよ。酔ったら勝ちなんだよ。そう、先に。そう。一番最初に酔った方が勝ちですからね。で、俺なかなか酔えないから、そう、気使うタイプだから。あるよ、ちなみにからのステッカーもあるよ。え、マジで？失礼いたします。どうぞ。おめでとうございます。どうぞ顔見れば多分一瞬で分かるんですけど。配信は大丈夫ですか？配信？
お箸は大丈夫です、はい、配信まで気使ってくれるんだ、配信は大丈夫ですか、アクティブどうすかみたいな、びっくりした、コメント走ってますかみたいな、配信は大丈夫ですか、配信って言ってたよね、めっちゃびっくりしたっすよ今、うん、ちょっと面白いな、面白いっすね、すごい心配りだな、すごい気使ってくれてるやん、確実に今配信って言ってたよ、言ってましたよ、配信は大丈夫ですか、逆に気使われても何て答えるのが正解か分かんないけど、ね、あ、大丈夫です、そこそこ集まってます配信者あるある言ってたよね、ヒカル君差し盛りっすね、そう差し盛りっす、和道さんね面白いんですよ、こうやって熱い話とかしてくれるし、やっぱその前回も一回飲んだんですけど、前回飲んだ時に和田さんもちょっと熱くなって、俺も熱くなって、お互いちょっと言い合ったんですけど、覚えてます、だからステッカーでしょ、新宿の、はい、ステッカーの話とかもそうですけど、あ、クソ面白かったっすね、でもなんかね、あの和田さんお兄さん視点なんですよ、ね、ちゃんとなんか、なんつったらいいんだろうな、偉そうっすよ、なんでそんな偉そうなんですか、和田さんそう言ってた、言ってたなんで偉そうなんですか、そう、でもあの過疎のくせにねえ、まあ、そういうわけじゃないですけど、なんかね、正論ながらやっぱ僕もこう言い返したくなるし、でそれがやっぱ楽しいですよ、さっきの席ってのまだ聞き上手だし、俺ね、話すより聞く方が好きなんだよ、実は、うん、聞き上手は話し上手って言いますからね、ニコ生の時に比べると悪くなった、最近よく言われる、それめっちゃ丸くなったって言われる、そうですね、昔だと酒かけてるよね、ブラーッつって、そういう感じですね、最近配信の規制とかルール厳しくないですか、規制とかもっと好き勝手やってるんですけどね、でもバンクラと配信の時はじゃないですか、規制かかっても結局影響が出ちゃうんで、いろいろ2週間に1回ぐらいバンされてたもんね、それぐらいがちょうどいいですよ、本当に、でもなんかそんなできないですからね、ニコ生って長くてどこになんですか、バンとか、いや、もう1週間、1ヶ月、永久バンっていう、その3種類しかなくて、順番になるの、あ、そういうことなんですか、ツイキャスと一緒っすね、そしたら、なるほど、うん、そうだね、そうだから、1週間バンクなんて次、1ヶ月バンだから、アカウント変えちゃうのよ、新しいの買うの。だそれで売り上げ上がるじゃん。そしたらすぐバンツになる。ああ、運営さんが見つけるとき、それめんどくさいですよね、本当に。金かかんないだから。そうっすね。僕は28ですから。僕だけ見えるよ、30になったら、あれだよ、体変わるよ。本当間違いないです、うん。疲れ抜けなくなるよ。あとはちょっとそうっすね、本当に。くるくる。もう徹夜がしんどくなったりとか。うん、変わる、30番。あとね、傷の治りがやたら遅くなってびっくりする。あ、僕最近それ分かります。あ、なってきた。なってます。びっくりしない、あれってなんでまだ傷あるの。そうそう、傷が遅いですね。そう、1日2日で治った傷が1回1回ぐらい倍以上かでも男は30代でしょ、一番ね、3、40代だよね。男は30代カルトンね、明日配信しますよ、明日もブラブラします、適当に。新宿、明日フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ミュウさん、リュアさん、フォローありがとうございます。若いよね、誰が。今しかできないことっていっぱいあるんですよ。距離間打ち合いですよ。ヒカル君の一発でやばい、ひどかった。あ、すみません、そんなことあるね。なぜありがとう。ニコ生ではもう僕はもう嫌われてるんで大変やつ。みどりさんみたいに回すやりづらいよな。このまま暗黒至上主義だから。まあでも敵に回してるわけじゃないですけどね、多分横山さんも分かってくれてます。金梅さんは
金馬さん曰く緑もあのネタが欲しいんだよと。あのね、それはね、答えでつって、ゾイツさんが本当に嫌ってる時は名前出さない。本当にこれ昔から。そうなんですね。で、放送の時に名前出すっていうのは、あの、なんつうの、ネタ、だいぶ。そうですよね。で、合わない方がいいっていう判断をするんだよ。本当に嫌いだったら名前すら出せないですからね。一個気になるのは、金馬さんの弟君っていう、その光君っていう名前を出してないからガチで嫌ってる可能性あるかもしれない。ああ、そういうことですね。まあ、どっちでもいいですけど。ちょっと聞いたでしょ。いや、聞いてないです。僕的にはどっちでもいいんですよ。ちょっと聞いたな、これ。嫌われてても、だって嫌われ方ってあるじゃないですか。まあね。はい。嬉しいです。さんいらっしゃい。嬉しいよ。人生全部嫌だよ。大人の色気出てる？どっから？いや、ワトさんなんかすごい大人だったんですよね。僕もたまにふわっち潜って見てるんですけど。潜ってるのよ。大人ですよね、すごい。アダルトのなんか配信するの？そうだね。もう、はっきり言って、キャスには書いてあったんだけど、もう R30、30歳以上はもう、しか相手にしないって決めてる。キッズも全然、いらない。この間、とつまちした時に、やっちょがやたらと、あの、キッズが多くて、びっくりしたんです。何を一番びっくりしたかっていうと、やっちょのリスナーが、僕の、まあ、宮城県出身なんですけど、岩沼っていうところなんですよ、はいはい、でも、そこの、岩沼って狭いです、ちっちゃい町なんですけど、そこの、あの、16歳の女の子がやっちょに会うために来たんですね。で、まさか、あの、なんか、写真撮ってくださいって言って、どっから来たのって話をした時に、全く同じの地元でびっくりしたんですね。16歳の女の子とか。やっちょちょっとキッズが多いですね。小松さんいらっしゃい。すごいですよね。キッズはダメだな、話合わないもん。落ち着いて、なんかまったりやりたいから。多分ね、客層はかなり選んでると思う。ここは大人の配信、なんかこう、なんかリスナーさんがすごい多い。ちなみにこの中で、10代ですって方います ?116 人の中で。みんな年齢書いてみんな。あ、いいっすね。うん、年、じゃ年齢だとまずいから、まあ、10代、20代とか、10代20代とか30代とか、50代、60代ですね。多分画像リスナー30以上だよね。70代、80代。行こう。本人がキッズ。うるせえ。あ、そこ、確かにね。やっちゃね。やっちゃこっち、キッズだから。多分ね、ヒカル君のリスナー若いと思う。30代以下だと思う。いや、結構60代だと思いますよ。マジで？はい。30代。30代だと思います。30ちょうど。20後半。沈み際。で、それ、やっちゃだろ。30代若いやろ。30代、40代。心は18歳。怪しいやん。あ、そうだね。ハツさん若いね。30代。ありがとう。まあ、やっぱ、そうですね、20代、30代、40代ぐらいが多いですかね。なるほど。だってさ、それさ、この話は仏教の話ですよ。若い女の子が聞いて面白いわけないじゃん。でも多分、興味持つくらい、多分、興味持つっすよ。そうなんだもんね。26なんだ。ゆうこ落ち着け。30くらい。だからいつも言うのが、ワドの放送は昔の深夜のテレビ番組だ。だからあの、トゥナイトとか、タモリクラブとか、ああいう雰囲気出したよ。勝利それなくていいから、こうなる。そう。確かに、トゥナイト2と、もう一個。ワドなんか別のやつ、もう一つです。なんか有名な番組。トゥナイト2の、その後にやったやつがあるんですよ。前か後ですね。なんだっけ、ワンダフルと、あ、もう一個ね、なんだっけ、トゥナイト2、なんだっけ、スマートにやったやつ、僕も幼稚園ぐらいの時見てたんですよね、トゥナイト2。ちょっとこうひねくれてる人とか、その深夜勢が欲しいんだよね。ああ、そういうことですね。なんかこう深夜に起きてるやつって、当時やっぱくすぶってるやつとか物吹けるやつだったから、小難しく世の中捉えたりとか、まあ、そういう層を相手にしてるのが楽しい。
夜中の2時か3時ぐらいからそれが終わった後にトゥナイト2となんかもう一つあるんですけど、それが終わった後にあのエヴァンゲリオンですか、新世紀エヴァンゲリオン、はい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 、はい、土曜日の夜とかにやって、でそっから朝5時にアラレちゃんやって、アラレちゃんやってた、最初一休さんやって、そっからアラレちゃん始まって、ギルガメだ、あギルガメした、そうだギルガメだ、それだ王子さん、それで日曜日の朝を迎えてました。日曜日の朝は、あの松本人志の、なんだっけな、なんだっけ、松本人志の対談番組なんだっけ、モーニングビッグ対談っていうそんなあったんですか、超面白い、松本人志が、それでは皆さんこんにちはってスーツ着て対談もかっちりした人をご招待するって言って顔にモザイクかけて完全にネタなの、インタビュアーの相手はなんか無免許医師、伝説の無免許医師とか、あとなんか、伝説の三姉妹の強盗とか、キャッツアイとか、要はそういう感じで、面白いですね。そう。で、板尾とかの全部芸人の星ちゃんとか、鬼奴とか、そういうことですね。それにモザイクかけてやってたんですよ。めっちゃ面白かった。はい、また次にいらっしゃいの。すごいな。働くおっさん劇場とか。お笑いも昔の方が絶対面白いですよね。面白かった。そうですよね、やっぱ、うん、間違いなく。まあでもそれ世代的なもんなんだろうな。若い子は若い子で多分言うんだろうね。年取ったら昔面白かったよって。まあ多分そうだろう、そうですね。初見さんいらっしゃい、花水さん。よろしくお願いします。ワードです。楽しんでください。誰も言えない。俺は1週間あるから、最後の最後に俺が決めたっていうか、ありがとうございます。ここって何口になるの、わかんない、店員さんに聞くのかな、人ですか、何食べてますか、唐揚げとね、馬刺しとブリと焼き鳥とピザ、私可愛いですか、ごめんね、あ、新しいフォロワーさん増えたので紹介します、新しいフォロワーさんです、カズさん、S マシさん、 S マシさん、ミユさん、フォローありがとうございます、私可愛いですか、これから和道さんのリスナーになる、ありがとう、私可愛いっていうか、それなんか振りがあれっぽいな、何しろ口先女の振り出し切り出し切り怖い怖い怖い、振りがね、ねえっつって大丈夫それ、ポマードとか用意しなくていい、ポマードがあれなんだ、確かにポマード、ポマードとかするとなんか逃げるみたいな、先ほどが似合い目ないや、昔はあれなのかな、これははい通報かもしかして、うん、はい通報かもしかして、別だね、じゃあ顔しかめるのはちょっと目が悪いからなんでね、でもあの化粧したら可愛くないんじゃん、分かんないけど、これ絶対本人じゃないでしょ、写りがなんかおかしいけどね、笑ってるやん、いや笑ってないよ、和田さんコーラでいいですか、あ、よいしょ、うん、あざす、お前かよ、中井かよってね、知ってる、知ってます、中井正宏、お前かよ、それでコーラと、はい、生一つ、コーラと、はい、漫画とかさ、何が世代だった、漫画本はでもいろいろっすよ、ドハマりしたの、ドハマり今してんのはあのキングダムっていう、おー、最近ちょっと流行ってるんですか、まあ、進撃の巨人もちょっとハマってますけど、面白いね、進撃の大人向けっすよね、うん、キングダムでもやっぱ面白いですね、うん、あれって始皇帝の本っすだっけ、三国志だっけ、
そうですね、なんか中国の話なんですけど、まあ、その村人から奴隷から成り上がるっていう話なんですけど、結構面白いですね。うん、はい、ズームって誰ですか？サムネですねっつってお前だろ完全に。あ、やだ、長いよ。ヒカルさんにかばってほしいからアンチの。いやでも俺のね、逆に、まあ俺もそうだけど、本当にガチでそのアンチになって、あの、まあ、アンチコメントしてると逆になんかうざくなってきて、俺もガッて言うからで、あの、たぶんワードさんもアンチに対してガッて言うタイプだと思う。俺は速攻ブロックだね。あ、ブロックの方ですか。一瞬でサイレントブロックタイプだ。僕はなんか多分もう一点ターゲットにして、もうあの、もうその人のコメントしか見ずに、どんどん煽りますね。もう全く相手にしない。怖いですか？うざいと思ったら速攻ブロック。いや、アンチ面白いですよ。僕は一切 NG とかブロック一回もないですよ。あ、そう。2年半やってるんですけど。これはダメ。あ、これ GU のやつだよ。安いんだよ、1500円。あ、うん、でもおしゃれですよ。光るロックマン煽ってほしい。難しいよね、だからその本気でイラッとくるコメントを打てるかどうかだよね。そうだから、なんか最近はそのなんかの煽ると他のリスナーさんも一気に集中しちゃうから、消えるか減らって消えちゃうか、多分通報されてコメントできなくなるから、もういなくなっちゃうよ速攻煽ると。かわいそうだな、めっちゃかわいそうだなと思って。でも大体アンチリストってさ、スカイプで話したりとか実際会ってみると本当に変なやつばっかりやる。まあそうですね、やべえなっていう、 やばいやついますね。相手にしない方がいい。今日なんかあの、そう、お茶漬け、とんかつお茶漬けっていうのが行ったって言ったじゃないですか、その和道さんが会う前に飯食いに行くっつって、うん、で祝電すごかったんです、本当にすごくて、うん、しつこいですよね、店員さんのために忙しいかどうか分かんないですけど、全然電話出なくて、うん、延々となり続くんですよ。で、あの、バイトさんが2人いて、まあ、配信許可もらったんですけど、あの、最後その、店長さんとマネージャーさんが来て、で、なんかその、まあ、最後、マネージャーさんみたいな人まで来て、まあ、その、男性だったんですよ。男性から、あの、こう言うわけで、なんかその店の中で配信をやってるのに、それはいいのかみたいな話だったらしくて、大丈夫か。で、そのお店側からしたら、逆に宣伝させてもらいたかった。まさに生ビール一つ、うどん茶でございます。あ、すみません、コーラです。コーラ。すみません、ありがとうございます。そう、だから、その店員さん的には良かったらしいんですけど、これ以上配信を続けると迷惑がかかっちゃうっていう話で、僕は切ったんですけど、お店に迷惑かかんないように。で、その配信を切った後に、リプで光るざまってきたんですよ。絶対こいつだと思って、名前ちょっとあげないですけど、こいつが宿便入れやがったなっていう、いや、そういうのありますね。マドさん、リアツ通報したことある？俺配信者だよ。いや、されたことはある。はい、いらっしゃい。リアトツはなんかツバニャンとかはあるけど、配信はそういうことかな。あ、自分でじゃないですか、トツマチみたいな。ああ、トツマチをしたことがあるかってこと。俺もオフ会ぐらいですね。あと昔あのバーやってたんで、そこにお客さん来てました。あ、いいっすね、やっぱそういうの一番いいっすよね。楽しかったな。まあ、仕事してる間だからあんま来てよっていうぐらいがちょうどいいです。そう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 、配信分回してね。はい。あ、なんかママ靴ってやりたいけどな、バー配信。まあ、やりたいですよね。やろうよ。今度なんか渋谷でなんて TJ とベンジさんがバーやるらしいですよ。あ、そうなんだ。しかもなんかその配信者だけでリスナー限定でみたいな。いいねいいね。やっぱ隠れ家みたいな欲しいよね、アジト。いや、欲しいですね。男は秘密基地が。なんかやっぱ僕のんべなんで、基本的に僕は何もせずにお酒を端っこで飲んでるスタイルらしいです。でもまあお客さんが来てみたいな。いいよね。
でも酒をひたすら飲んで帰るっていう好きなだけなんで、そういうのが一番いいですね。憧れるやつ、憧れるっす、何もしないで。カウンターだけの店気に入ってたんだよな。いいっすね、6席ぐらいしかなくて。あ、いいっすね、なんかそういうの一人じゃ回せる、みんなでなんか憧れするね、楽しいね、おしゃれだな、そういうの。まあ、いい思い出だよね。フローとか入れないときどれくらい入らないの？食べ配信。僕は最高3日っすね。あ、そうなんだ。で、洗濯のどっちみちその3日でなくなっちゃうんで、汗かくんで、やっぱり1日1回は。え、なにホテルとかで上がるの？いや、コインランドリー配信しますけど、ね、コインランドリー待機中とか、あとまあ待ってる間にちょっと居酒屋行ったりとか、その地方も。そうすると、まあ地方の人たちと親しみながら配信できるんで、そういうのが大変にしますね。初見さんいらっしゃい。面白かったらコメント登録してください。あ、フォローしてください。ワードは、ヒカル君と今配信やってます。セクシーもガッツリもふわっとしながら。やってますもんね。うん、でもいつもより閲覧多いかも。多分ね、この人数だったら60人ぐらいしか行かないもん、あの大手のメンツ見ると。ああ、うん、今でも金梅さんとさとみがやっぱ多分終わったらガッツリあるんですね、多分ね、はい、みんなそっち集中して、ピザ食べていい？あ、どうぞ、どうぞ。ワドさん、ヒカル君と意外と合うね。俺ヒカル君大好きだよ。いや、僕も普通にワドさん好きですよ、うん、お兄ちゃんみたいな感じで、ねワドさんすごい、あの知識が豊富だから、やっぱ、まあね、多分ね、あの面白いって思うツボがね、多分ね、普通の人と違うんだと思う、まあ、トリビアみたいなのすごい好きなんだよ。あ、僕も好きです、トリビア系あと都市伝説、そうですね、なんか雑学的な感じですよね。そう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 、変異みたいな話も好きなんだよ、うん、僕も好きですよ。で、やっぱすごい豊富なんで、僕もすごい勉強になるし、面白いってやったら、やっぱり思いから近いのに変えたんだから。おう、ナウシカいらっしゃる。ナウシカ。バカ、ありがとう。しょんべんしてます。酒飲むと最近なんかもうやばいですね。しょんべんが。よいしょ。カレー取るんだ、500円、全然50円くらいの。違う。これだよ、これこれ決まってんじゃん。粘りかな暑いところかな、すごい暑くて好きだよ俺。で、加工品って言ったら今かかるの。留守番してる。里見は1日で10万いったけど、三流三代目コミル渡ったの4万よ。それ以上の金の儲けも金子で10万すげえな。いや、カレー、町田よく採用してさ、このカレー、カープ、接種してるのさ、ほら、お前、家に行ってやっとけばよ、お前、接種してるの。いいね、お前、いいね、お前。
そういうカラクセッションをしたやつ寂しい。すぐ帰るよ、この後。シャカと遊んでた。俺はね、アメリカンスピリットのメンソールライト。アメスピですね。カオソ大好きだから。本当に大好きよ。僕は。マドさんすいません、女の子連れてきちゃった。あ、どうも、はじめまして、マドです。こんばんは。ゆうちゃんです。ゆうちゃん、はい。ゆうちゃん、ごめん、雰囲気壊せるんだけど、女の子連れてきちゃった。あ、隣に座ろう。これ、配信中だけど。あ、荷物これ入る。あ、これ入るやつ。あ、入るやつ。そう、入りたい。女の子連れてきちゃった。光こんなゴミとかやるじゃあ、その前にだって和道さんに何も言わずに、俺がね、女の子連れてきた、俺の方がクズでしょ全然。まあ、リスナーさんだね、うん、なんでそんなことするか。KY だろ。で、みんなから3900円パコか。いや、おパコはするの。じゃあできるかできないかってどっち。いや、できる、まあ、いや、このままできる。全然できるよ。やる気満々なんだけど、この子。おパコって言った瞬間、もう満面ないからね。できると思う、俺と。俺、今日おパコ買ってた。だいぶ溜まってるよ、俺。マジで。本当に濃厚なザーメンです。まあ、1ヶ月以上やってません。2ヶ月とか3ヶ月とかもう全然やってないからね。嘘つけ。いや、マジです、マジです。本当にガチでやってない。やるんだね。もうやべえわ。え、いつぐらい？いつぐらい？あ、ちょっと、もういいか。もう少しちょっとお酒入ってくれ。ワンさん、ヒデピョンさん、フォローありがとうございます。え、おいくつなんですか？今年25です。あ、25歳。若いね。ペチペチですね。まだ弾くでしょ？いや、どうだろう。もうどうだろう。シャワーどうだろう。いや、全然弾くだろう。弾くでしょって返すのもおっさん。なんか、そっち近い感じに思えなかった。一応、28だけど、29のタイプ。ああ。そう、だいぶ変わった。そう。また、もう、和道さん飲まないから、一緒に飲んでくれたら、聞いてくれてよかったな。逆に。そっか。え、明日予定は？明日は夜仕事です。あ、夜仕事？夜。じゃあ時間はあるな。時間はあるけど終電で帰ろうかな。終電で帰るの？終電前まであと何時間ぐらいあるの？1時間ぐらいか。12時。いやいや、ここ東京だよ。びっくりしたわよ。東北マジです。9時半であと1時間だよ。東北多分10時半とかでしょ。ここ東京だから。そう、東京か。そっかそっか。今の面白かった。都内はそっか、12時までなのか。確定？いける？じゃあ、おっぽくしようよ。久しぶりに。あのね、オフパコしようよって言って笑う子は絶対大丈夫だと思わないです。もう怒んないですよ俺。このリアクションは絶対やる子だと思う。マジですか。普通嫌ですよとか返るけど、受ける子はオフパコを OK の証だと思ってる。結構ストレートに聞いちゃうんだよ、やっぱ。素晴らしい。そうだし、なんか食べたいのないの？飲んじゃうと食べないんですよ。飲んじゃうと食べない。つまみあんじゃオフパコ OK 一応あるけど、じゃあ簡単につまんじゃうんで大丈夫です。じゃあ、はじめまして。はじめまして、すいません。3番目です。改めて、すいません。あ、改めて、すいません、KB。KB、オフパコに。申請のオフパコに。そう、今日の、携帯の料金払いに行ったんですよ。ほう。で、携帯の料金払って、
で僕結構領収書持ってるんですよ、うん、なんか源泉徴収取られるっていう話聞いてたんで、はいはいはい、これ全部領収書なんですよ、はい、これ、うん、で鑑定書もちゃんとやんだ、まあしようかなと思って、うん、その突っ込まれた時のために、うん、した方がいいよ。 でも領収書めっちゃバーってあるんですけど、領収書をどんぐらいあるのかなって数えてたら、うん、なんて一番端っこにあのコンドーム入ってた2つ俺コンドーム入れてたっけと思って、バリアの多分言ったやつだね。あコンドームほらもらっとこうと思って。あのさ、男のさ、はい、部屋とかから、はい、そうコンドームとかライターとかさ出てきてもさ、別になんともないじゃん、うん、でもさ、女の子とかがさバリアンのライターとか使ってるとなんかちょっとなんか変な感じ。ああ、わかる。男がそこは使わないでほしいっていうか。それわかる。え、ラブホライター、うん、ラブホじゃないの、普通のライター。ラブホライターは別の瞬間に会えるよね。え、でもそれは逆の立場であるじゃないですか。女性も嫌じゃない。男女性、例えば男はバリアンライターとか使ってたらどう思う？いいなと思う。どう？どうなんだろう、使ってる量とか見ちゃうでもね。なんかそのライターを。ライターえ、使ってる量って言っても結構使うでしょ。うん、俺結構ライター。え、長ければ OK ってこと？短いと、あ、みたいな。最近問題。あ、なるほど、なるほど。そういうことか。おー。なるほどね。いや、女の人って結構そういうの敏感なんだ。敏感っすね。見るところ違うもんね。うん、こんな男性嫌とかないの？こんな男性、うん、DV DV あ、DV 系はね、それはでも最悪だよ。いや山丸誠とあのラムマゲラムハゲなるほどね。娘さんね、あのよかったよ、娘さん、あの来月も会えるようになりました。どんな話も流れるよ、この流れから娘よかったよ、感動系の。完全多分すごい嫉妬してますからね、リスナーさん多分嫉妬してるでしょ、うん、突然多分女の子前でこいつってムカついたから、うん、多分そういう娘の話題をとりあえず出してきたみたいな。女の子を泣いさせようとしてる。でも俺は屈しない。俺は屈しないぞ。ぶっちゃけつい最近いつぐらいだよ。ぶっちゃけ全然してないかもしれない。女の子の全然してないって1ヶ月とか。ほらほらほら、出たよ。男と男の全然は年単位じゃん。年単位ですね。マンスリーだからね。マンスリーマンスリーだから1ヶ月か。え、それは何、あの、え、彼氏とか。彼氏はいないでしょ。彼氏とかじゃなくて、なんだろう、前とか。前の彼氏。あ、前彼とか連絡つながってるんだ。何型？大型です。大型なんだ。大型の女性はね、結構遊び人が多い。イメージ的には。そう、大型の女性は、いや俺やる気満々だよ。1時間ぐらいであと切り上げますか？いや、もう行くよ俺。いや、ダメっす、ダメっす。あ、ダメっす、ダメっす。え？あとお二人で。うまいですか？はい、これ飲んだら行くよ。どうですか、うん、なんかすみません、気遣して。あの、僕 FC2 彼女と一緒に見るんで。あ、そっちの方。 FC2 とか撮ってないんですよ、僕やった時ないんですよ。ちゃんとゴムはね、あの2つあるんで。2回戦でもなんかやって終電で返すってすごくないですか。あ、例えばこの流れだとね、うん、やって終電で返す。やった後ずっと一緒にいたいタイプ、帰りたいタイプ。どっちだろう。どちらかといえば。でもどちらかって言ったら、一緒にいたいタイプ。一緒にいたいタイプ。ホテル代ないんだけど。宿泊代。とうとう FC2 デビュー。やばいだろ。すごいよね。やる気満々だよな、ホテル。まあ、やりたいよね。全然本当にやって、封印してますもん。てかその ED 検査薬を飲んでから、便所太郎さんに飲まされてから全然チンコがあんまり立たない。ごめんね、なんか、うん、もうやる前提で話すよ。仲折れしたらごめんって。そうね、彼女いるから最愛の彼女がいる。おこ、リスナーさん怒ってる。 M ちゃん、 M は DM よこせってたら全然よこしてこないからね。あ、僕相性はパンになるから嫌だな。自信、自意識が違う。俺はあのちゃんと女性にストレートで言うから、
今日ホテル行こうよとか。やりたいかやりたくないかじゃないよ。やるかやらないかだよ。そうですか。食うか食われるかみたいな感じじゃないかそれ。完全に。うん。2歳か若いから。ヒカル君に渡したあれ今度。あれはあのどこなんだろう。あれ多分僕のお薬箱の中入ってますよ。いるのか。まだです。どこあるの。ないっす、ね。頭痛薬とあの胃薬とか。胃薬とか。あの頭痛薬って書いてある。結構酒飲んだりする。なんか最近本当体調悪いから。そう胃薬と。これで常備してる。全然飲まない。そうだよ、男はやるかやらないか。タイマーだろ、違った、バカじゃない。タイマーはあの葉っぱの方だね。青山がスロット配信やってるから来て。そういう配信中にあの他の配信枠にあの伝達するのはあの NG です。マナー違反。ダメですよね、マナー違反ですよ。そうですよ、キャバ嬢が隣についてて誰々さんが呼んでますって言ったらボーイさん切れますよ。そう、そういうこと、そういうこと。マックス、ちょっと KY だな。青山リスナーだと青山に怒った方がいいよ。怒るよ俺。青山に電話して言ってくわ。マックスがこうやって言ってるっつって。今東京いないから帰ったら DM する。あ、了解です。でも13日までしかね、東京はもう、ね、いなくなっちゃう僕も。そっか。モテモテ。ゆいちゃん男性経験は？ん？男性経験何人ぐらい？何人くらい？ハーフではない？ハーフじゃないです。じゃない？結構ハーフっぽいなって。あ、よく言われます、ね、すごいハーフって言われる。すごいな。下半身爆発しない。あ、いいですいいです。目覚めないですか？うん、俺この前ってたの。あ、ありがとう。ってください。オフパコ日和、映画のタイトルみたいなね。オフパコ日和。やばいですね、企画ものじゃないですか。企画ものだよね。全米が泣いた。そこっすか。ビジョンセラー7部門ノミネート。でもメジャーじゃないっていう。すごいや。主演ベンアフレック。ヒカルはやりそう。いやだからヒカル君はやるでしょ、そこは確定なんだよ。俺は、うん、リスナーさんがやる気があるかどうかを見抜いてるから。まあそこっすね。そこだよ、うん、でも結構あれですからね、あのリスナーさん、僕がナンパするとあのことやったのとか聞いてきますからね。絶対聞いてくるでしょ。はい、絶対聞いてくる。全然やってないのにあのやったのって聞いてきますから、ね、やってないっていう体でね、やっぱ返さないのね。何言ってんすか。グイグイ攻めますね。いや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 、もうすかもうすか、そんな怖いっすね。中折れしません。中折れってしたことある？中折れ全然ありますよ。嘘。ありますあります、本当に。中折れないな。中折れありますよしょっちゅう。え、中折れされたことある？一回だけ。一回だけ。超へこまない。じゃあ今日2回目かもしれない。あ、ゴジラさんありがとうございます。バーガーありがとうございます。今日パコってないのもあって具合悪くてそのまま寝たもんね。頭痛くて泊まってる、泊まらせてもらってるリスナーさん の, あの洗面所で帰ってきて、そこゲロ吐いて、ゲロ臭くてごめんねっつって、あと掃除しときます。ちょっと待って、はい質問、はい、ゲロ臭くてごめんねってどういうシチュエーションで言った？なんかあのキスするとか。いやじゃないです、普通にあの、あ、僕ソファ、僕じゃないです、ソファで洗面器で入ってる、洗面所でトイレ行って、でなんでゲロ臭くてごめんねって。あ、それ帰ってきて、だってリスナーさん手洗うんですよ。いや、ちょっと何ですか、どういうことですか。手洗いに行くじゃないですか、洗面所だから。だからその時に、うわ、ゲロ臭って。そうだよね、そうだよね。んで、はい。そう。香りするよ。なんかね、その ED 薬飲んだから、なんかおかしくなってるよ、俺。便所タオルですよね、全部。パフェプレゼントありがとうございます。うん、いいね。ありがとうございます。お酒強いの？いやー、強くはない。どんぐらい、どんぐらい、何飲むんですか？生ビールですよ。生好きな女の子は変態な女の子が多いらしいですよ、年齢です。生ビール、あ、生ビール2つで、じゃあ2つで、はい、はい、以上でよろしいですか？はい、大丈夫なんですよ、甘くて。
あ、大丈夫。大丈夫。はい、ハートプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。また新しいフォロワーさんが増えたのでご紹介します。新しいフォロワーさんが、グロリア強制体操。あ、出た。グロリア強。グロリア強制体操。パルパルのアンチですね。あ、そう。はい、あ、じゃあ仲間だよ。パルパルはもともと、あのグロリア教っていう喧嘩と対峙じゃないですか、うん、教祖様みたいな感じの設定で配信してたんですよ、うん、神からのお告げが来たっつって、うん、お前は死だっつって落とすんですよ、コラボとか、そう、そういうキャラでやってたんですよ、もともと面白いじゃん、はい、で、なんかいつの間にかにパルパルをあの潰す会とかできてるんですよ、はいはいはい、グループで、おお、ヒロ君さんいらっしゃい、ちなみに3枚目ヒカルを潰す会もありますからね、そうなんですね、ビール飲めるのかっこいいな、女の子ね、ビール飲めない子とかいるよね、一言いいですか、どうぞ、出始末を使え、しげさんいらっしゃい、そっか、ゆうちゃん25歳ピチピチだ、身長高くない、身長ありますね、何センチ、168cm 結構でけえね、ヒール履いてどんぐらい、ヒール履いたら多分170超えちゃいますね、だよね、これ抜かされると思うもん、抜かされる、でも今ヒール履いてないんで多分抜かされる、マジで放送テイストマジで、ちょっと待って、ごめんね、ごめんなさい、暴走天使さん、あーごめんなさい、暴走天使さんのフォロワー、あざす、暴走天使、ごめんね、暴走天使さん、さっきリスナーさんはなんかやっぱ言ってもらえた方がいいのかな、そのフォローありがとうみたいな、普段誰見るんですか、普段誰見るんだろう、でも結構いろんなのを見てますね男の人が多いですか、女の人が多いですか、あ、男の人の方が面白い、何かの人より、あ、ないです、ないです、 C ぐらいです、 C カップか、 C か D ですか、服ばかり、まあ、全然関係ないです、おしゃれだね、なるほど、ヒカルのリスナーです、ありがとう、風船ありがとう、初見さんいらっしゃい、キラリさん、お、また新しいフォロワーさん増えたのでご紹介します、閲覧増えてきましたね、閲覧増えてきたね、バイさん終わったのかな、いや、まだ多分やってるっすね、やってる、徐々にですね、14松さん、ありがとうございます、10始末は、お疲れ、和道さんのこともちょくちょく見てますよ、あざっす、バイさん終わった後、閲覧ガンって上がるぞ、上がるよね、140、今2100人、そうか、もっといく、ずっと500人いきますよ、これ、でも、つなげたまま、あれな、秋ワンプロプラしようかな、前ですか、うん、いいよいいよ、二人きりになったほら、よし、ずっと正座してまってるんで、いえいえいえ、あのティッシュ箱置いて、彼女と二人裸で正座してるおかずにさせていく、あ、そうそう、くんに好き、くんにすごいですね、僕よりストレートじゃないですか、僕よりストレートだ、くんにストとしてやっぱ聞いておかないといけないから、あ、そういうことですか、嫌いではない、嫌いではない、ありがとうございます、なるほど、ありがとうございます、これ聞かないと帰れない、好きではない、好きじゃない、好きか嫌いかっつったら好き、好きか嫌いかっつったら好きな方、なるほどね、ありがとう、くんに嫌いな人いないね、いないっすよ、いないでしょ、あんまりたまにいるぐらい、なんだ、男でいる、たまにいる、女性でいるのか、嫌いっていう、男で言うとあれでしょ、フェラ嫌いみたいな、すごい元気に大好きって言った女の子みたいな。食い気味で大好き大好きっつって。ギラギラさせた。それやばいっすね。はい、そろそろ彼女に怒られるんで。あ、そうですね。すいません、本当に。うん、嘘さんです。いや、逆に言ってます。すいません、申し訳ないです。いい、突如、ちょっとあの女性呼んじゃって。臭そうとか言わない。じゃあ行くか、皆さんありがとうございました、また和田さんまた後々ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます、いやいや、そのぐらい、ありがとうございました、今日は光くんにボツになります、
っこいいですね、その革ジャン。うん、実はね、バイトしてるんだって言ったじゃん、ウルトラマンで。あ、実は、ごめん、滑った、帰るわ。も楽しんでやって。そうですね。ヒカル君枠開かないの？枠やらねえよ。開いたもん。やるじゃん。いい。あ、いいんだ。じゃあ FC2 やりますか。FC2 やった時ないですよね。ない。貸そうかアカウント。俺の FC2。一歩間違えたら捕まりますからね。あれ捕まる。最近わかった。36歳19歳。知らない。健康反対論で捕まったんです。赤箱注意配信で。うっそ。はい、FC2？ はい。マジで。バイさんの妻にもやばいっていう話が出てたんですけど。やばいね。はい、じゃあごちそうさまです。あ、お疲れ様です。気をつけて。お疲れ様です。また。どうも。こんにちは。ういっす。ういっす。お疲れ様です。よし、あ、開かなくて。あれ？そう、こっちめちゃめちゃ買った。お疲れです。お疲れです。ありがとうございました。よいしょ。いやいや、配信するよ、俺。ごちそうさまです。いいっす、中2人残るんで。はい、かしこまりました。よいしょ。和道さん、彼女思いで。いや、俺彼女大好きだもん。うん、そう、嫉妬、彼女を嫉妬させないために帰りますよ、僕は。ごちそうさまでーす。いや、多分するね。俺の予想、これはする。これはオフタコするね、今日。100% だね。だって聞いてないのに終電がどうのこうのって言ってたもん。聞いてないのに終電で帰るって言ってんだよ。のんたん見てる？のんたんいる？今から帰るよ。見てたら手挙げて。のんたん今から帰るよ。のんたん見てたら手挙げて。松がいないでしょ。寒いね、ちょっとね。若干寒いね。あ、やべ、雨が濡れた。駅どこだ？てか、雨降ってんのか。161名さんいらっしゃい。雨降ってるね。羨ましい？羨ましくないよ、全然。俺はノンタンがいるから。雨降ってんな。全然羨ましくない。マイスイートハニーのところに帰るよ、俺は。風邪、うん、そうだね、薬飲んで。薬飲んでね。これさ、大江戸線ってあんのかな？大江戸線。また今帰るから。雨降ってる。俺マジでのんたん愛してるから。うん、お疲れお疲れ。雨降ってるから JR 乗っちゃおうか。よし、じゃあここで配信切るわ。みんなありがとうございます。外、電車の中で配信するのもあれなんで、ここで配信終わろうと思います。よし。2684名さん、ありがとうございました。フォローしてくれた人、最後に紹介します。今日のフォロワーさん、紹介しますね。みんなありがとう、フォローしてくれて。今日のフォロワーさん、ジュッシマツさん、グロリアさん、ラコステさん、マミさん、ヒデピョンさん、カズさん、S マシさん、
みゆさん、デュアスさん、ユミさん、八作さん、マリアさん、かすみさん、ありがとうございます。新しい仲間です。まだいるかな、ちょっと待ってね。トモさん、チェキさん、さやかさん、あのヨロンさん、中出おしゆさん、あやかさん、アレックスさん、あやさん、ゆいままさん、にゃんこさん、きんばえさん、ふーちゃんさん、ターナさん、ヘネシーさん、イザーニキさん、ジンさん、タカさん、ユウくんだおさん、ありがとうございます。新しいフォロワーさんです。新しい仲間が増えました。暴走天使さん、ありがとう。暴走天使さん入ってないよ、今日のフォロワーさんに。うん、じゃあお疲れ様です、帰ります。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。